俺の名前はヤロスニフ。ロシアで活動するユーチューバーだ。スパチャありがとう。今日もじゃんじゃん飲んでくよ。ダチと酒を飲むところを生配信して投げ銭を稼いでいる。チャンネル登録者数は約4000人。はい、ではウォッカ2本目開けます。上がってこい。バカなことしてるって。でもそのバカに金を落とす視聴者もいるんだよ。だから俺は視聴者様のお望み通りのバカになってやってるだけさ。はい、今夜も吐くまで帰れません。やば、俺もう吐きそう。はい、今夜最初のリバースに高額スパチャいただきました。次はお待ちかね、俺の彼女を潰します。ちょっと今日はやばいって。おい、乾杯。今夜も絶好調。吐くまで飲むのが俺のチャンネルの醍醐味だ。ほらベイビー、もっと飲んで。待って、これ以上飲めないってば。しかし中でも人気があるのが俺の彼女のニカだ。いつもなら酒をぐいぐい飲むニカだが、そんなもんか。まだ飲めるよな。あ、無理、もう飲めない。この日は調子が悪いのか早くに酔いが回り、どうもピリピリしている。ニカの反抗的な顔が映し出されたことでファンは大喜び。結果的には投げ銭もがっぽりだったが、その後見かねた俺はニカを拷問することにした。配信に協力しねえって言うならこれでぶっ壊してやるよ。いや、やだ、やめて。俺は催涙スプレーを用意した。これを配信すれば絶対ウケる。早速俺はニカを横に寝かせ催涙スプレーを浴びせてやった。どうだい、唐辛子が目にしみるだろ。痛い。軽い演出のつもりだったが、助けて、助けて。リアルに床を這い回るニカの姿に投げ銭がじゃんじゃん舞い込んでくる。もっと投げ銭が欲しい。もう俺は歯止めが効かなくなってしまう。お前が飲まないならこうしてやる。今度はニカの頭で皿を叩き割った。チャンネルはさらに大にぎわいとなった。さらに勢いに乗った俺はダチも拷問に加えることにした。お前も行けよ。いいね、じゃあ遠慮なく。拷問がエスカレートするほど投げ銭が飛び交った。すでにフォロワーからのリクエスト DM も溢れ返っていた。高額スパチャを投げますので、ニカちゃんにもっと激しいお仕置きをしてください。視聴者は激しい拷問を食らうニカに期待しているんだな。急展開が功を奏したのか、一気に数万人の視聴者が俺の配信に集まってきた。ああ、ニカの苦しそうな顔が最高だ。ニカちゃんの苦悶の顔がそそる。視聴者が盛り上がってくると俺もどんどん乗ってくる。直後ニカがリビングでリバースしやがったので、俺は思わず灰皿でニカの頭を殴った。汚ねえな、吐きやがって。もうやめて。そしてフラフラのニカを庭へと引きずり出した。しかし外の気温は氷点下。ほら、これで酔いを覚ませ、飲み直すぞ。冷たい。極寒に震えるニカに俺は頭から水をぶっかけた。俺はニカの服を脱がせ下着姿で庭に放置した。熱い心があれば寒くなんかないぜ。やだ、やめて、お願い、許して。ニカが泣き叫びながら何度もドアを叩いていたが、寒いよ、お願い、中に入れて。11万円、高額スパチャサンキューです。俺はニカを放置してまた酒を飲み始めた。そして俺はベロベロに。なんか急に静かになったな。おい、ニカちゃん大丈夫か。忘れてた。もう十分反省したかな。コメントを見てニカのことを思い出し、俺は庭へ出た。するとニカはぐったり地面に横たわっていた。おい、起きろよ、中に入っていいぞ。失神したのかよ。ったく、まだまだ修行が足りねえな。声をかけても頬を叩いてもニカは微動だにしない。俺はひとまずまるで屍のように動かないニカを部屋の中へ引きずり込んだ。おいおい、どうしたんだよ。マジ冗談きついってなあ。みんな、ただ体がめっちゃ冷たいんだよな。まさかな。俺は恐る恐るニカの生存確認をした。え、息してない、心臓も動いてない。嘘だろ、嘘だろ、みんな、な、俺どうすればいい。一気に酔いから覚め、自分の体から血の気が引いていくのが分かった。俺はすがるようにコメント欄を読み漁った。危ないぞ、早く救急車呼べ。人工呼吸したら蘇生できるかも、早く。15分以上にわたって蘇生を試みたが、ニカは息を吹き返さない。ニカが死んでるみたいなんだよ。どうしよう、みんな助けてくれよ。俺は号泣しながら救急車を呼んだ。めちゃくちゃ遅れてしまった。
そしてすぐに救急隊が到着したのだが、残念ですが手遅れです。そんな。それでも俺は配信を切ってない。投げ銭の総額は過去最高を更新してるから。でもその直後警察が来た。お前を傷害致死の疑いで逮捕する。え、待ってください、今配信中なんです。人一人殺しといて何言っとんじゃお前は。俺はその場で逮捕された。そのシーンも配信された。当初ニカの死因は凍死だと言われていたが、外傷がありますね。ああ、死因はこの頭部外傷で間違いないな。外に締め出す前にニカの頭を殴ったことが直接の死因と判明した。俺はようやくことの重大さに気づいた。配信を重ねるごとに徐々に内容がエスカレートしていったということですか。はい、その通りです。完全なる証拠、動画配信をしているのだから全て認めるしかない。もちろん俺は有罪だった。無期懲役は免れたが、被告人に懲役10年の刑を言い渡す。配信の投げ銭欲しさに俺は狂ってしまった。いくら後悔してもニカの命は戻ってこない。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。